ございます。おはようございます。みんちゃんおはよう。新しいみんちゃんです。お風呂上がりで暑い、わあ暑いですよ。お風呂上がりじゃなくても今日暑いですよ。27度、湿度も高いのね今日。27度、 76% だって。暑い。しじまるさん、あと100個、ありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。よしみおはよう。おはようしみ、おはようございます。ね、えしりとり無事に伝わってました。よかったです。武器って分かってくれて。おはよう。しじまるさん、レインボースター、ありがとうございます。ありがとうございます。しじまるさん、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。青いボーイさん、尊い、ありがとうございます。尊い、ありがとうございます。たまきーさん、だるま、ありがとうございます。おはようしみ。ぶひやまぶひよさん、だるま、ありがとうございます。ありがとうございます。腰が痛いので仕事休みました。心配、お大事になさってくださいね。腰、なんでやろうね。病院行ってください。そう、応援寿司ティーです。これ気づきました、黒です。これはそう、6月30日まで、今月末、あとの2日です。3日か、今日含め3日です。あと申し込みできるのが、生写真付きでこの T シャツがもらえる。これ私がデザインしたやつなんですけど、私の生写真付きでT シャツがゲットできるのは30日までですので、ぜひお揃いしましょう。ブヒヨのブヒヨさん、水色だるま、ありがとうございます。だるま100個、ありがとうございます。ね、湿度高いとね、熱中症って聞いたことあるね。うん、ね、めっちゃ 27.4 度、 77%。お、4日申し込んだんですね。会いますように、シャンシャン。あ、ちくわの磯辺揚げ食べたんですね。おお、同じやつだ。同じの食べました。ミンカツだ、ミンカツ。私も作って食べた。あ、新潟から、ありがとうございます。もうコメント戻っちゃった、ごめんなさい。すんなりね、伝わってた、びっくりした。私もめっちゃ早かったですよね。始まってまだ10分経たないぐらいで見に行った時にはもう伝わっててさ、早ーと思って。トトマサさん、黄色ペンライトありがとうございます。あ、オレンジと水色のペンライトありがとうございます。そうなんですよ、ブロックも真ん中ちょっとすいません。めっちゃ暑いですね今日。黒もいいですよね。そう、黒もいいです。黒結構普段使いしやすいですよ。あ、カワブリカルビさん、お、カワブリカルビ、キアブリカルビさん、はい、ハートありがとうございます。平八さん、水色だるま、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、コメント読んでから。しょうちゃん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。10個もね、いい音してるね。おはようございます。おはようございますにゃー。あ、しじまるさん、かわいい猫が歌うやつ、かわいいやつ、ありがとうございます。かわいいやつ、ありがとうございます。今日の朝ごはんは鮭とレンコンのおかずと、お飛んでいるご飯と納豆とサラダです。扇風機強くするね。あ、そこで。
礼いたしました。普段黒系なかなか着ないですね私。あ、ちょっと全然当たってなかった。あれー納豆きた。黒の黒着ないな。1個しか持ってないかも。黒のなんかノンスリーブしか持ってないかも。あ、お誕生日おめでとうございます。今日なんですね。おめでとうございます。届いたバースメールでメールよかった。おめでとうございます。納豆待機、納豆確保、納豆キャー、電子レンジの音がしてしちゃうね。結構多数いますね。にゃんやにゃんにゃんさんハートありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。間に合わないよ学校。うん、強風です。おはよう。うん、ナスいいですね。夏野菜。なるほどね。お弁当冷やしておいて。うん。うんね、マンガリン塗って砂糖を振りかけたパン、美味しそう。花束、フィニハテさんありがとうございます。マグマグ、朝ごはんかよって。朝以外の朝ごはん食べるのかな。うん、そうなんですね。今日 NGT 見に行くんだ。行ってみたいな。他の AKB グループさんの、ホテルグループさんの公演も見てみたいんですよね。 DMM でしか見たことなくて。シウマちゃんの初日やね。うん、今日は西馬の初日。どうですか初日。大君ハートありがとうございます。初日のことは、うん、覚えてるのかな。覚えてる多分終わった直後は覚えてなかったけど、そんな後になるとだんだん蘇ってくるんですよ。めっちゃ楽しそうやったね。うん、楽しかった思い出、楽しかったという記憶が鮮明でございます。私一般の席を買って、私は一般で見に行ったな。うん、
のお披露目も見に行ったんやけど、あの時はもうガチガチで緊張してたよね。渚ちゃんとかに声かけたな。うん、元旦のね、お質がちょっと申し込んでる。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。鹿尾さん、だるま、ありがとうございます。12月19日のお披露目。そう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 、そう、初日の人はやっぱカメラ抜きが良かったですね。そうだね。だるま100個ありがとうございます。そうなんですよ、大くんありがとうございます。あの、そうそう、他のところ行ったことないから行ってみたい。うわっ、いや、どう、そうそう、今日私誕生日なんですよ。書いてくれてるね、ティッシュください。シウマちゃんの初日が同じ誕生日ね。うん、そうね。味噌汁の、うん、味噌汁の、ちょっと待ってね、温め中だそうです、うん、お、アバター出た、おめでとうございます。来てくれてる。なかなか、なんか分かんないけど、私のアバター出てる方少なくて、みんな出ないって言っててね、謎にレアキャラみたいになってるんですけど。何が、おめでとうございます。たけさん来てくださいね。ちょっと私のルーム出たら、じゃあ着替えようみたいな。そう、出張公演とかやってみたいんですよね。あの、初代 B2 さん、三期生さんの B2 さんもされてたじゃないですか、確か出張公演。はい、おはようございます。どうも。私も緊張してたんや。どうなん？あ、そうかな、そうかな。運転、おー、通常運転でよかったわとか昨日思ってたんですけど。いや、アドレナリンが出るんじゃない？でもね、たくさん舞台踏んでるから。そうだね、西島ちゃんだったらね。まあ、タンポポの決心で号泣。私もタンポポの決心で号泣しましたよ。そうだそうだ、それだそれだ。思い出した、思い出した、私も思い出した。タンポポの決心でね、初日にして卒業公演みたいなやつだったんですよね。なんかすごい、もうやりきった感のある、もう終わりの感があったやつや。思い出した、思い出した。女性席で見てましたね。なんかどんどん湿度と温度が上がっていくんだけど、もう28度 83% だよ。それはあんまり出ないんだけどね。今あのお弁当作ったりさ、なんかお鍋とか温めたからだと思うわ。なるほど。うれしみ、初日、そうなんだ、入ってたんですね。ひろっちさん、はじめまして。ゆしみんことゆしみあにです。ありがとうございます。おはようございます。コメント待ってます。お、ママミン、またおめー、またおめー、おめでとうございます。またおめーって、たくさん来てる。みさちゃん推しなのにみさちゃんが出ないって、推しは出ないもんなんですかね。
みんな出へん言うてる。リンボスト、ありがとうございます。まあ、18歳それはやばい、私と3つしかないね。そんな言ってさ、プラスになるというわけでもないから。その考えはダメやね。でもママのその年齢みんな分かってるよきっと。だって趣味が同じなんだもん。永遠の18歳とか言う人ってなんでやろうと思う。なんで歳を行くことがダメと思うんやろう。でも18歳が好きなんだよ。よっしゃい。で、男の人には使わない。それはかなり古い考えやな。歳を重ねてもね、いいことじゃない、ね。スキンヘッドだけどな。あ、そっちの方なんですね。もうじゃ結構遠いんですね。そっちの方ってことは。でもパパさん送ってくるわ。うん。おじいちゃんにパン焼いてくれる。うん。オーブンに入ってるから。はい。初日は緊張してたけど、一瞬で緊張遅れたけど、2回目は緊張したし、結構ミスっちゃったしだったね。初日よりも2回目の方が。言っとくか。ほんまや。うん、着替えましただって。わ、ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ来てくださってる方が多くてね。亀吉さん、プチ、ありがとうございます。お仕事行ってらっしゃい。そう、泣くと秋田先生も怒られるけど、別に怒られなかったですね。まあ、気づいてたか分かんないけど、怒られなかった。いや、泣いてたけどさ、こうやってしなくて、もう汗と同じ感じで汗と一緒に流れてったから、泣いてるって気づいてないかもしれない。ああ、確かに2週が16年どうなんだろう。アンコールとかね。2週間こと西ゆまちゃんなんですけど、コールは西ゆまじゃなくてゆまちゃんらしいのでだそうです。ムーチョさん、花束ありがとうございます。タンポポの決心、ママ踊りそうやな。結構ファンの方がさ、タンポポの決心踊ってる方結構いらっしゃるんですよ。あとテモデモと、テモデモの涙をこの前ちょっと上から見てたら結構な方が踊っててびっくりしました。あー、踊ってるんだと思って、こうやって踊ってたんですタンポポの決心は結構踊ってる方いますよね。こうやってな、フォーミニアツ返信ありがとうございます。納豆を食べました。確かにもう人数多いですもんね。確かに。里政さん、尊いありがとうございます。たくさん尊いありがとう。里政さん、ありがとうございますね。感謝を込めてうん、ちょっと言っちゃったけど、ママの生誕祭しようと思ってるんですけどね、今日私ちょっとなかなか厳しいので今日ね、だから土日でしようと思ってます。そうなの、土日でしようと思って。でもね、今日まあママめに送ったんですけど、まあ今日はまあ楽しみな、ママと楽しみな用事がママめに送りました。
鮭。なんか鮭って日焼けにいいとか聞いたことある。なんか日焼け予防わかんないけど、日焼け予防かなんかにいいみたいな、美白がみたいな雑誌で読んだことある。モデルさんのお弁当に鮭が入ってるみたいな。ゆうすけさん、はじめまして。ジョギンさん、ありがとうございます。ゆすみんこと、ゆすみやねです。コメントお気軽に待ってます。ありがとうございます。うん、2回目緊張する。うん、した。だってめっちゃミスったもん、緊張しすぎて。1回目はもう楽しいで終わっていくんだけど、でも初日以来あきら先生に公演ミスは見てもらってないから、見てもらいたいんですよね。そう、もう3ヶ月ぐらいあきら先生じゃないんですよ。アオイボーイさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。そう、お寿司 T シャツね、公演で着てくださった方増えててめっちゃ嬉しいんですよ。めっちゃね、ちょっとあのね、一発目からかっこいいげな曲なんですけど、この顔見るとちょっとふーってなっちゃうんですけど、ふーって、ちょっとふーって口元緩んじゃう。初日の涙は別だから怒らないのかな。そうかも。生誕祭もね、泣いちゃダメなんですけど。アオイボーイさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。嬉しそうで泣きそうになった。うわビビビビさん、ファイト、ありがとうございます。そう、ゆまちゃんなんですよ。なので今日ね、入るよって方はゆまちゃんで、そう、にしまーにしまーになっちゃうのにね。うん、そうそう。おー、かっこいい。10年じゃ見たことから、いや、わかる。おお、やばい、今日ゆっくりだ、あと5分。あ、そうなんだ、ゆうかさんが。レクチャー、そうなんだ。ね、じゃあそろそろ終わりでございます。最近私は眉毛を描くということを覚えました。どうでもいい。眉毛を描くことにさ、触れ合わない人生だったんだけど、そう、生まれて15年、初めて描きました。めっちゃどうでもいい、ごめんなさい。みょんさん、レインボースターありがとうございます。大くん、ありがとう、ありがとう。そうよ、なんだよ、なん。ともかずさん、おぉ、ほんとだ。え、これママにかな。ちょっと待って、ごめん、めっちゃ近い。ママだ、ありがとうございます、ともかずさん。
どうつつな。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした、ベルだ。ママに言っときますね。ありがとうございます、ともかつさん。ママに言っときますね。ベルのタワー、ありがとうございます。かわいいです。ありがとうございます。もしもし。あ、ちょっと聞こえるかな、この声。ちょっと待ってね。どうぞ。すいません、気使ってもらって、ちょっと運転中なんで、スピーカーですけど。すいません、いつも、あの、皆さん、ありがとう。お気遣いなく。まさかの、電話出演までしちゃうっていう。しまじょうさん、レインボースターありがとうございます。釣ってきます、ありがとうございます。スタメン何もいいんだ。うん、サバもいいんだ。そうなのよ、秋葉先生もレアキャラなんだよね。しょうちゃん、サックスありがとうございます。確かに。わ、虹色のさ、キャッチフレーズも久しぶりですね。元気いっぱいのヒロイン、その名も虹色。それでは誕生日したいと思います。うん、ゆまちゃんコールぜひぜひ入るんですね、今日。いってらっしゃいませ。それでは終わりたいと思います。ほえー言った、私ほえーって言ってたのか。うえー、めっちゃ無意識だ。やっぱ無意識にほえーって言っちゃう。ほえーぼえー、はい。電話失礼しました。間違えちゃってね、ママ聞いてたわこの配信。斬新な登場。あっ、うん。お助けミンから変えてないですよ。何時見せて止めます。はい、誕生日します。13位、たまきさんありがとうございます。ありがとうございます。12位、しまじょうさんありがとうございます。11位、あおいぼいさんありがとうございます。10位、でこでこさんありがとうございます。9位、だいくんありがとうございます。8位、ビビビビさんありがとうございます。7位、平八さんありがとうございます。6位、ぶひやまぶひよさんありがとうございます。5位、さとまささんありがとうございます。4位、みょんさんありがとうございます。そして3位は、ドゥル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 しじまるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、2位は、ドゥ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 ン。しょうちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、この配信の1位は、ドゥ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 で、ともかずさんでした。イエーイ、ありがとうございます。ベルのタワーのやつありがとうございます。ありがとうございます。お、30分で1700人来てくださってありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。
次の配信は明日になります。お待ちしております。まだフォローしない方はぜひポチッとよろしくお願いします。ドゥ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 早っ。すみません、なんかびっくりしちゃった。帰ってきたわ。学校頑張ってね。ありがとうございます。学校行ってきます。今日も、はい、ありがとうございます。本当に感激、秀樹感激。アーモンドカレー。今日は英語のテストがあります。単語テストが今日はっていうか今日もなんだけど。皆さんあれですよ、皆さん服のイラスト可愛いですね。うちは私がデザインした T シャツです。留意してね、留意して年頃なんで。これ私がデザインしたやつでね、6月30日まで生写真付きでゲットできるので、ぜひゲットしてくださってほしい。お揃いしましょう。可愛いよね、これフルーだって。我々世代、やっぱママは同い年だよ。秀樹感激、みんな知ってる。秀樹感激、私も知ってるよ。秀樹バーモントカレーにするでしょ。ね、同世代だ。それでは終わりたいと思います。朝からありがとうございました。学校行ってきます。皆さんも行ってらっしゃい。今日も頑張りましょう。生誕ティーじゃないんですよ、デザインするねコンテストがあって、デザインしました。もともとの T シャツの色は水色です。サーモンです。ぜひお揃いしましょう。それでは終わりたいと思います。次の配信も来てくれるかな。それではまたねー。そこはローラやで、今日はローラ、ローラルーラーじゃなくて、あ、まあ秀樹感激の流れを受けると今日はローラか。ローラローラまたねー。